ゲームの画像を動かしていてふと思ったんですが、昔のゲームって下に落ちると画面の上から降ってきたりしましたよね。反対に大ジャンプして画面の上に消えると下から現れたりとか、あれは一体どういう原理なんでしょうね。地球は丸いってことなのかもしれません。やっぱりおかしいですか。ようやくこっちの話に乗ってきてくれましたね。そうですね。ある程度コツのようなものがわからないと。あ、であるのなら経験者に話を聞くのがいいのではないですか。ええ、彼らですよ、彼ら。早速お話を伺いに行きませんか。確かにそういうことなら僕に相談したのは正解だ。任せてくれたまえ。とりあえず今回は何について聞きたい？とりあえずの目標は達成できましたね。ですが、鈴宮さんはこの程度で満足しないと思いますよ。動きを観察してるんです。お気になさらず。ほほう。なるほどなるほど。これは面白い。ぜひとも参考にせねば。お気になさらずと言ったはずですが。ここはやはり
またお隣に相談してみませんか？とまあ、この部分がうまく動かないのです。そこは慣れないうちはなかなか難しいんだよ。動いたら動いたで動きが早すぎたりなんてこともあるしね。そうだな。よし、だったら僕が直そうじゃないか。どのぐらいの速度にすればいいのかは君たちが判断してくれ。これくらいできれば十分でしょう。いや、助かりました。テレビゲームは専門外ですがね。想像力を働かせれば結構楽しい作業です。見てください。最高レベルの水系魔法です。はい。しかし疑問がありました。砂漠地帯でこの魔法を使う場合、これだけの水はどこから来るのでしょう？ちょっと引っかかりますが、OK という意味でよろしいでしょうか？魔法というのは便利ですね。この一言で全てを解決できるんですから。彼女も彼女の法則に従っているだけだとは思いますけれどね。便利だという言葉には同意しますよ。ここの特殊攻撃のエフェクトなのですが、どう思います？あなたもそう思いますか？それは明暗ですね。行きましょう。またかい？しょうがないな。どれどれ。ああ、なるほどね。このエフェクトのクオリティアップをしたいわけかな。ええ、せっかく派手にしたエフェクトもこれでは無意味ですから。そうだな、いくつか対策は思いつくよ。とりあえずそれを一つずつ試していってみようじゃないか。これくらいできれば十分でしょう。
いや、助かりました。困りましたね。ああ、いえ、そういうわけではないのですが、イベントの演出に関しまして、わからないものがあるのですよ。どうすればその演出ができるのかが、さっぱりでして。鈴宮さんの指示ですので、そうすると後が少し怖いですね。そうですね。ではお隣に相談に行ってみましょうか。なるほど、この演出か。正直このまま使うよりは多少似たような演出で代用すべきだと思うがね。なるほど、それじゃあどうやら変更は許されなさそうだな。君たちの心中お察しする。そういうことならなんとかこれは形にしてみようか。少しばかり時間がかかるかもしれないが。構いません、どちらにしろ僕たちだけでは無理ですし。やってみよう。しかしそれにしても君たちはいつも一緒で仲良しだね。ええ、もう出会ってからそれなりに長いですしね。何を言うんですか、僕らは苦楽を共にした仲じゃないですか。ん？ああ、分かった。できるだけ早くやってみよう。いいペースで作業を進められたと思います。常にこうありたいものですね。